佐藤義夫9月17日から1967年8月29日は、日本の政治家。衆議院議員、参議院議員。新潟県中貫原郡亀田町で、豪農、佐藤義郎の次男として生まれる。1920年に、早稲田大学政治経済学部を卒業し、新潟銀行勤務を経て1927年から、亀田町長を務める。 1942年の翼3選挙で、実刑、余一の後継として、当時の新潟2区から、翼3政治体制協議会推薦で、初当選。このため公職追放に遭うも、追放解除後の1952年に行われた第25回衆議院議員総選挙で、改新党公認として、国政復帰を果たす。 翌1953年の総選挙でも再選されるが、日本民主党公認で臨んだ1955年の総選挙では落選し、自由民主党公認だった1958年の総選挙でも辞典に終わった。1959年の第5回参議院議員通常選挙で吉尾は新潟選挙区から自民党公認で倉替え立候補。 当選し1965年の参院選でも再選した。この間、参議院決算委員長、党社会保障制度調査会副会長を歴任、1967年6月に社会保障制度審議会副会長となった。しかしながら、同年8月29日に、新潟県北神原郡笹上村の村杉温泉で、妻や長男一家とともに、 休暇のために旅館に投縮していたところ、上越豪雨に遭遇。集中豪雨により、旅館の裏山が崩れ、土砂に巻き込まれて死去した。ありがとうございます。